改めましてよろしくお願いいたします。教員、小学校教員をしておりますが、来年20年目を迎えます。富成小学校で勝見校長先生とご一緒させていただいておりましたが、実は富成小学校以前にもっと若くてピチピチしていた頃も勝見先生に大変お世話になっておりまして、そんなご縁で今回この場でお話しさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。私の家族構成ですけれども、中学校の教員をしております夫は、浜通りにあります新地町というところの出身です。津波の被害が大きかったんですが、津波の被害は免れました。それから震災時8歳だった長女が今小学校6年生、それから次女が当時1歳10ヶ月でしたが、今5歳になりました。それから、私の実の父、80歳になりますが、実の父、5人家族で生活しております。私は生まれも育ちも福島市です。大学時代以外は福島市でずっと生活しております。私からは、教員として、それから母としてということで、主に当時母親として感じていたことと、3年半になりますが、自分なりに考えてきたことについてお話ししていきたいと思います。放射線事故により私たちは甲状腺をはじめとするがん発症率上昇など、放射線が健康に与える影響についてさまざまな情報を得ることになりました。子を持つ親として不安な気持ちになったのは言うまでもありません。当時は誰の言うことを信じればいいのか分からず、健康被害の可能性がわずかばかりでもあるのではないかという不安がつきませんでした。また2人の娘たちは女の子ということもあり、将来の出産などについても情報に翻弄され不安が募るばかりでした。長女は小学校2年生での被災でしたが、翌月新年度に3年生に進級した時に120名いた同級生が90名に減っていました。3年生スタートの時にはいた友達も次々に避難していき、寂しい思いをしていました。そんな中、私たち夫婦は教員という立場と高齢の父と同居していたということもあり、我が家にとっては避難というものは考えられないものでした。また長女の学校では通学路での被爆を防ぐために保護者の送迎を許可していましたが、学校勤務であるがゆえに送迎の時間の問題で私たち家族にはそれができませんでした。多くの友達が車で通学する中、私の長女は自分で通学をせざるを得ない状況でした。子どもに対しての健康被害が懸念されている中で、避難をする選択をした方にへの共感の気持ちもありましたが、避難すらできない自分たちの立場での大きな葛藤や、仕事を理由に子どもを守ることができないという罪悪感の中で毎日を過ごしてきました。そうは言っても福島で子育てをしていく 中ではやはり被爆する放射線量の低減に努めていくしか対策はなく、何もできない、何にもどうにかしていかなくてはいけないという思いは持ち続けていましたので、娘たちの学校や保育園の除染活動などには保護者としてできるだけ協力をしてきました。また当時屋外活動の制限を余儀なくされていましたが、娘たちを見ていて、それから教員としての経験からも、やはり幼少時学童期においてのさまざまな活動には適時性があり、数年後に取り戻すことはできないということを実感することがたくさんありました。時期を逃さないで身につけられるよう、制限された活動の中でも
気をつけてさまざまな体験をさせたいと考え、週末には県外の公園へ出かけてみたり、停戦寮の場所を選んで季節ごとに咲く植物を見せたりする機会を作るように心がけてきました。そして何よりも万が一将来子どもたちに健康被害などの不利益が起こったとしても、周りからの偏見や風評被害があったとしても、それに負けない知力、体力、精神力、忍耐力などを身につけてあげるよう考えるようになりました。これは今でも子どもたちを育てていく上で大切にしていることではありますが、今振り返ってみれば、福島に残って生活していくしかない自分への言い訳にしていたのかもしれません。今まで誰も経験しなかった放射線事故について、子供を持つ親誰もがさまざまな情報に迷いや悩みを抱える中で、当時勤務していた富成小学校の教員として、現原子力規制委員会委員長の田中先生をはじめ、専門的な見地からのお話を聞く機会をたくさんいただきました。他のお母さん方より少しだけ早く放射線についての知識を得ることができたことは、その当時私の支えともなり、その後の私にとっても大変ありがたかったと感じています。しかし放射線についての知識を得られたからといって気持ちがすぐに固まるわけではなく、親としての立場ではさまざまな迷いが続いていました。富成小学校で県内でいち早くプール開きをした際にも、私は1年生担任をしておりましたが、保護者への説明会の時に、先生はお子さんをプールに入れられますかと保護者から聞かれ、何も答えることができませんでした。その後震災から丸1年後に福島市の小学校へ転勤となりましたが、そこで大変驚いたのは、子どもたちの多くがマスクをし、天気の良い暑い日にも長袖を着て登校してくる姿でした。また体育の時間には校庭の除染が済み、当時の富成小学校の校庭の放射線量より3分の1程度の放射線量だったにもかかわらず、体を校庭の土に触れないよう指導しながら体育の授業をするという現状でした。富成小学校在職中に得た放射線の知識との矛盾を感じながらも、たとえ間違った考えのように見えても正解がわからない中で、それぞれが様々に判断したことを尊重していくしかない状況で、安易に間違っていますと言えないことへのもどかしさも感じていました。現在小学校では文科省や福島県からの指導資料をもとに放射線指導を行うことが義務付けられています。指導にあたっては放射線についての正しい知識を与えることによって、過剰な不安をなくすことを一番に考えています。そして放射線事故が起きたから放射線だけを特別に指導していくのではなく、将来の自分や家族の健康な体を作るための知識の一つとして放射線について知る必要があるということを中心にして、先に述べたように何事にも負けないさまざまな力をつけることを子育ての上でも仕事の上でも大切にしていきたいと思って仕事や子育てをしております。ご清聴ありがとうございました。